はい、ポンちゃん。今日はなんか25度ぐらいで過ごしやすいんだそうですが、この部屋意外と暑いんですよ。東向いてるしね。日が入って。そして、ジャン君も今日はなんか活発だね。2人とも。今日も仕事場にみんな集まっています。ちょっと動画作んなきゃいけないのでね。おかけできたのね、ぽんちゃん。これは何でしょうか？人形でございます。なぜ人形を取っているかというとですね、黒犬パパのママ ママっていうか母ですね、が、要塞の心があってですね、マオイママのママから依頼を受けて洋服を作ったということでご紹介します。ちょっと今日は変わった動画になってますが、実はこの子が着てたのはこれ。映るかな。ちょっと明るくしすぎてるかな。ちょっちょっとネグリジェみたいな、多分この子がもともと着ていた服ではないのを、子供が着せたんだと思ちょっうんとで待っす。てね。一瞬画面を暗くします。これでわかるかな。こんな感じの色味です。
ピンクでね、うん、はい、でこの人形はですね、母、私の母親の旦那さんになった人の娘さんが子供の時に使っていたやつで、家族構成ちょっと複雑に聞こえましたが、そういうことだったんです。それが、捨てといてって言われたけど、うん、うちの母が形あるお人形を捨てるのはちょっと嫌だっていうことで、はい、でも綺麗な状態で残したいなっていうことで、うん、お母さんにお洋服をお願いしました。はい、はい、でこんな服をちょっとなんていうの、ちょっと結構ヨレヨレでした。はい、再起ではないけど昔のね、昭和の雰囲気ですかね。これは私の古着のスカートなんです、うん、あ、自分の服からね。そう、20代の前半の時に古着屋さんで買った、うん、デプとかなんかで買った、うん、スカートをお母さんがこのお人形のお洋服にしてくれました。はい、はい、そして次に、次が3つほどありますが、これで、ね、ちっちゃいの、この子が着てたのはこれ、時は暗くね、はい、この下のこのちょっと色褪せちゃったピンクのワンピース、うん、左下が古い方ですね、うんうん、そしてこれをこれに、はい、お洋服をこれ明るくして、はい、このような感じのレースっぽい服ね、うん、ちょうちん袖っていうことだね、うん、はい、はい、そしてで次がこの子がこの赤いの、ね、ちょっと暗くしますが、はい、これが、左の下が元着ていたの、うん、それからこれが、はい、明るくあれ明るくならない、はい、なりました。そう、なんかこの写真で見るとそんなに汚れてたり傷んでるように見えないけど、うん、相当色褪せておりました。なるほど、はい、私とそんなに変わらないような年齢の方が子供の時に使っていたお子ちゃまの お人形なので、うん、結構ボロボロっていうか、はい、うん、色褪せてました。今時風になったのかな、これ。いや、ね、お洋服、この子のお洋服は元々のこれを、うん、あの元にお母さんがあのなんていうのパターンを取って、うん、同じようなお洋服を違う生地で、これで一緒に並べても明るさがこいつだけ光ってるからね、生地を使って新しいのを作ってくれました、はい、形は多分同じ感じです。そしてこのちっちゃいのが、これはせーの、暗くする、はい、これが元のものです。これが元のピンクのね、うん、お洋服と、あと頭にこの多分ピンクだったと思われるかぶり物なんかお帽子じゃなくて、なんていうのね、こういうの、あの外国の子供が昔かぶってたようなこういうやつ、ちょっと明るくするのにね、はい、はい、これで、あ、そういえばこの子だけ髪の毛も綺麗にしてくれたの、前の、ね、そう、ケイタのやつだったのが結構もうちょっと汚くなっちゃってたので、お母さんがケイタで作ってくれました、うん、はい、でという、みんな靴も、へー、この靴下と、はいはい、靴下、あとこれも靴下と、あ、このお靴はね、もともと履いてたやつなんだけど、うん、ということで、特にお人形の再生をやってるわけではございませんが、我が家ではこんなことが起きているというトピックスでした。きっと喜ばれます。はい、細かく。